おはようございます。夢人の夢人による夢人のための情報番組。土曜朝の気分はウェイウェイ。浜崎奈です。はい、上田ひろです。よろしくお願いします。はい、ということで8月でございます。来ました。いや、暑いね。やばいね。はい、毎回暑いねのオープニングトークしかできんぐらいに暑い、やっぱり。暑いわ。3日でまだね、ちょっと早い時期ですけども、はい、だいぶ暑くなってますけど、40度超えとか普通やもんね、もうね。怖いなぁ、はい、皆さんくれぐれも、熱中症とかね、気をつけていただきたいと、もう鼻血とか流さないように注意あれなんかこの話前聞いたなはい、はい、という、8月3日はというというまとめ方もどうかわからない、8月3日はどんな日なんでしょうか。はい、ポーセヒロの今日は何の日、蜂蜜の日。おおおお、ごろやな、ごろやな、もうその通りです。はいはい、蜜の日という語呂合わせからで、まあ、健康食品として蜂蜜を広く知ってもらおうという日でございます。はい、蜂蜜はミツバチが花の蜜を集めてきて、その中で加工して貯蔵したもののことを蜂蜜と言います。はいはい、約8割の糖分と約2割の水分と構成されているそうで、ビタミン、アミノ酸、ミネラル類などの栄養素を他にもバズだやけど、まあ、めちゃくちゃ体に入れているからね。いやいや、めちゃめちゃ体に。だから最近コーヒー家で飲むときは、うん、砂糖の代わりに蜂蜜入れて、あ、そうなんね、甘さ出したりとかして、うん、ちょっと甘み変わるし、はいはい、砂糖よりちょっと罪深さが、うん、ちょっとめっちゃコーヒー飲むからあー、なるほどね、はいはい、ちょっとでも糖分減らしたら気持ちになれるかな。うん、甘いやつでない人も飲まない。ブラックも飲めることなので、うん、けど飲みたいなと思うんだけど甘い方がいい。なるほど。だからケーキとか、はい、食べるときはブラックになるんですね。はいはい、そんな蜂蜜の、はい、まあ、蜂蜜もね、花集めてくるね、蜂が、うん、蜜を集めてくるんですけど、その蜜の元になる花の種類が違うとね、全然味が変わる。全然さっぱりした蜂蜜もあるし、甘、はい、いやつもある。めちゃめちゃ美味しい。百花蜜、百花蜜、百の花の蜜、うん、ほら美味しい。めちゃめちゃ美味しい。高いけどね、100個も花集めてこれる。いやいや、すごいんだよ。だから、まあ、あれね、蜂の箱あるじゃないですか、うんうん、あの箱をどこに置くかで全然違う。もういっぱい花があるところに置いてたら、うん、それができる。そう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 、まあ、いろんな種類の花のある、うん、まあ、例えば、なんたら花園とかや、うんうん、そういう植物園とか、そういうのを置いとくと、そういう役割をする。口の中が蜂蜜の口になってしまって、パンケーキとか食べたくなってきた。いや、もうめっちゃ食べたいけど我慢して次行きましょう。次行きましょう。はい、はい、次、はい、ビーチサンダルの日。お、 B さん、 B さん、はい、はい、こちらはですね、はい、8月の蜂を、うん、ビーチのあ、俺思わず B さん言うてもうわ、うん、はいはい、ビーチの B、 B、 そして日刊を B さんの3、すごい語呂合わせきました。世界の鍋屋かなと思ったみたいな、まあ、その語呂合わせからでございまして、はいはい、日本発祥のビーチサンダルを当時生産している唯一の企業がありまして、そちらが、はい、足元から夏を楽しんでもらおうということで認定登録されたんですが、これが2017年なので、ちょっとつい最近ですね。で、まあ、履き心地もいいよって言って、はい、愛着を持ってもらえる女性のサンダルをなるほどね。ビーチサンダル、私鼻の子がね、うん、いつも痛くなって崩れしちゃうから、基本的に履かないんですけど、たまになんか崩れしにくいやつ、それでも、まあ、ちょっといけたけど、うん、あんま長時間履くとあれやから、うんうん、極力履かない。なるほど。今まで全部オープンで、はいはいはい、俺ね、B3は履くけど、実は俺下駄ずっと履いてたんですよ。おお、渋い。ずっとどこ行っても出た。下駄。下駄。なんか遊園地行くのも出た。すげえ。マジでマジでマジで。もう下駄と共に。でもう下駄どんどん過ぎてくる。うんうんうん。うん、そうよね。で、下駄屋さんに聞いたけど、あれ下駄ってすぐ減ってくるのかさ、大体外側から減ってくるか。で、こうこうハの字になってくると。うん、で、ほんならどうすんのって言ったら、俺入れ替えたの。ああ、入れ替え、だから毎日入れ替えた方がいいよ。なるほど。ちょうどまんべんなくいくから。そうですね、右左ないもんね、結
だって、ね、でもだんだん吐き慣れてくると鼻の位置ポジションが A ポジションになるから、ま、だもうクロスするとまた1からになるからさもうそのまま吐いてまうような感じになってます。確かに、はい、まあでも鼻をはやっぱりね、うん、あのずっと使ってるとやっぱこう硬くなる。だから今はだいぶ吐かなくなって時間が経ってるから、これがまた吐き出したらもう固まってる。だから硬くなるんだよ。じゃあね、そこまでいってやっとなじむんだよ。ちなみに鼻を飲まないビーチサンダルってどういうことどういうこと。足の裏だけ。あ、ペタンってするやつ。そう、なんか見たことあるかもしれん。あれが、いや、あれ俺すごいなと思うんだけど、ビーチサンダルってさ、浜辺で履いてるやんか、だから砂履いてて痛なるやん。あれがもうくっつけとったら、ああそうか、間に砂入れへんの。ここだけでいいのね。そうそう、で結構熱くても熱くないねん。そんなぴったりくっつくんやん。くっつくらしい。じゃあ見たことはあるけど、なんやこれと思ったけど。なあ、あの俺も見たことがあるだけで入ったことないんだけどね。ちょっと気になるね。じゃだいぶ気になる。うん、はい。見たことないけど。皆さんよかったらちょっと探してみてください。ちょっとあの、ビーチサンダルの日、晴天の人たちとはちょっとだいぶ違う話かもしれない。鼻を言うてんのにね。うん、全く鼻がないやつ。はい、こんな日でございます。はい、夏だね、夏の話ですね、うん、はい、はいはい、そしてそんな夏に、ぴったりな人たちを今日は呼んでおりますが、はい、ちょっとね、今日はまずこれをコールしてからですね、はい、行きましょう、はい、せーの、シネマどんぶりでですね、ぜひ紹介したいメンバーというのをおりまして、お、はい、お呼びしたいと思います。はい、はい、メンバーの皆さん、3人急に現れた感じだったんですけども、はい、はい、紹介させてください。私の、この間も、説明させていただいてた、新作、映画の、指先の空ですね、キャストでございます。順番にあの自己紹介していっていただきましょうか。あの役名とお名前と言ってください。はい、お願いします。主演を務めさせていただきました早川綾乃を演じましたくるみです。はい、はい、そして、はい、山際たかし役の小坂美五郎です。よろしくお願いします。はい、はい、そして、はい、その妹の山際直美役を演じました泉恵子です。よろしくお願いいたします。はい、これがね、もうまさにあの本当にあの何でしょう、物語のど真ん中の3人が来た感じだったんで、私いたらネタバレじゃないですか。いや大丈夫モザイクかけどそうなりますよ。いやそれは冗談ですけど、はい、そうなんですよね。で、いや、あのネタバレではなくて、あのこの指先の空という作品、あ、まあ、まず先に、実はですね、この収録日、これ今収録やってるたこの今日ですね、全部オールアップしました。ということで無理やり残ってもらって、そうです、無理やり残ってもらってちょっと収録に参加していただいたという形になってるんですけど、いや本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、何が大変やった。もう全部ですけど、いやもうだってあれ緊張しすぎて朝飯食われへんから。そうですよ、なんかだんだん撮影こけていって、あれ撮影のせいだ。プレッシャーみたいな、思った以上にプレッシャーかかる、まあ、その役どころがね、割とね、あの重い役というか、いろいろと背負ってる役になるので、はい、そうなんでしょうね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ、このね、山際隆っていうの名前がもうすでに、知ってる人は知ってる名前になるんですよね。そうですね。ね、あの僕の前作の、灯るという作品で、はい、主人公ルナのお父さんの名前が山際隆で、はいはい、その山際隆役なんですよね。そうですね、はい、そしておばさんとして登場した、山際隆の妹役の、山際直美が、またこの二人が並んでるという感じなんですけど、はい、どうでしたこの撮影。どうでした、うん、感想、うん、まあ、ちょっと感情をかなり、うん、あの激しくて、そうね、今回ね激しかったんで、うん、結構しんどかったかな。なるほどなるほど、はい、なんか体力的に、うん、なんかごつ切れて、うん、なんかそういうのがありました。はいはいはい、
まあ、確かにあの今回の役どころっていうのはね、まあ、もう皆さんそのトモロみたいに皆さんもご存知だと思うんですけど、どういう結末を迎える人なのかというのを分かっていらっしゃったら ね、 そ、 うですね、そこが分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、はい、大変だったと思いました。ナオミはどうでした？でした。トモロでは、はい、なかったですね。そう、だからここで初共演、はい、ねそう、兄弟と初共演、はい、と言ってもセリフをね、セリフは話してないんですよね、うん、台本上にあのセリフは書かれていないので、はい、ただまあ一緒にね、出れたっていうところは、はい、まあ、そうですね、直美としては嬉しい感じ、やっと一緒に出れたって感じですね、はい、さあどんな話なんだろうという感じではあるんですけども、まあ、ざっと簡単に言えば、本当にともるでその1年前に遺書も残さず自殺したお父さんという形で出ていた山際隆が一体なぜ自殺に至ったのかというところを追っかけているお話になりますので、まあ、重い話ではありますね、確かにね、軽く見て笑い飛ばせるお話では決してないんですけど、まあ、そこに、この今の社会の風刺というかですね、社会に対する投げかけなんかも入っている作品になりますので、まあ正直ね、監督として、やらせていただいて、このここにいる3人以外にももちろん 出てらっしゃる主人公また別にいてとかってあるんですけど、出てらっしゃる皆さんがどれだけ、頑張ったかっていうのが本当に映像に出てるので、映画館というかそのスクリーンでね、ぜひ皆さんの頑張りをですね、見ていただきたいなと思ってます。はい、絶賛編集中なんでほんまにね、ヘトヘトになりながら編集やってるんですよ。さ、編集ずっとやってるやんか、立つやんか、足の付け根痛いねん痩せた方がいいね。いや、おっさんやからねまあ、そんな廊下にムチ打ちながら頑張ってる作品なので、ぜひ鼻で笑ったと思います。そうか、あんまり突っ込むとね、返しができないからね、はい、という作品なので、ぜひですね、スクリーンで見ていただきたいと思うんですけど、またどういう形で皆さんにご覧いただけるようになるかっていうのをね、映画祭とかにもちょっとチャレンジしようと思っているので、その辺の情報が、ね、はっきりしたら、また皆さんにお知らせをしたいなと思っています。はい、ということでですね、今日は、もう終わってすぐだったんで、無理やり3人残ってもらった。無理やりってことだった。ちょっと事前に言わないいきなり共演しようなんてね、残ってたってことはないんで、ちゃんと事前に聞いてましたよ。はい、ね、ちょっとご紹介させていただいたという形になりました。はい、ぜひ皆さん期待しててください。はい、どうもありがとうございました。はい、ということで、以上、シネマどんぶりでした。はい。次がですね、はい、中島交渉の月日企画がやってまいります。はい、では中島交渉さん。はい、ということで、今日はなんと中島交渉さん、はい、Zoom で参加でございます。第1回以来。はい、はい、2回目ですね。2回目の、ね、ずっとね、録画だったんでね。はい、はい、嬉しいですね。はい、赤ちゃん可愛いですか？いや、もう可愛いですし、うん、大変ですねやっと、今日はその大変な話じゃないのよね今日はちょっと大変な話じゃない、その大変な話じゃないのよ、別の話なんだよね。そうですね、はい、はい、はい、その話ではないんですけど、はい、そういうのに繋がる話になる。お、繋がる話、はい、ではそれを、聞かせていただきましょう。はい、ということで今日は月1企画、中島交渉の、今月の研究発表です。はい、はい、私ですね、初回でも自己紹介してまして、何度もフィリピン料理とかを紹介させていただいてるんですけど、まあ、改めまして、ちょっと簡単に我が家の家庭を自己紹介してもらいさせていただきますと、まあ、僕の妻が、まあ、フィリピン人 で日本で出会って、まあ、国際結婚をしてですね、現在3人子供がいるんですね。で、まあ、そして子育てをしていく中でですね、やっぱり今赤ちゃん夜泣きをしたりとか、まあ、おむつを替えたりとか、まあ、いろいろ大変なことも多いんですけど、まあ、その国際結婚をする中で子育てで何が大変かなっていうのを今直面している問題として、やっぱり日本語の問題っていうのがすごい大変なんですね。で、
我々がですね、結婚、まあ、お互い好きで付き合って交際している間も、やっぱり日本語の問題っていうのはちょこちょこだったんですけど、やっぱりそこで日本語の問題しっかり直面したときは、まあ、子供を妊娠したとき。で、子供を妊娠するまでは、例えば、その妻が日本語は分かんないから、これはやめとこうっていうことも、まあ、我慢したりとか、もうこれ買うのはやめようとか、そこに行くのはやめようっていうことはできたんですけど、やっぱり妊娠すると病院はどうしても行かないといけない。でも病院行くのに、じゃあどこに行ったらいいのとか、予約するにも全部日本語 で、問診票を書くにも日本語で、そういった時に、まあ、だんだんですね、あ、これ日本語ってすごい重要だなっていうことを、まあ、妻も僕も、まあ、言って直面していきました。で、まあ、結果として、もう3人子供を産んでいるので、まあ、大変な中、なんとか、そういったことはクリアしてたんですけど、子供が生まれた後も、まあ、今、ちっちゃい子いるんですけど、ここから予防接種とか、まあ、そういった制度って日本ってすごい充実してるんですね。で、病院に行っても基本的に病院はただ子供は無料ですし、予防接種も基本的に無料で受けれるんですけど、そういった書類も全部日本語で書いてあるので、まあ、それをなかなか自力で読むのは難しいので、まあ、僕のサポートであったりとか周りのサポートは絶対必要ですし、幼稚園に入園するにしても、まあ、こちらが待っていても家庭入園できるわけではないので、幼稚園の方を探したりとか説明会に行ったりとか、まあ、願書を書いたりとか、でようやく入園が決まったとしても入園式の案内を読んで時間通りに行ったりとかですね、そういったことをやっていたりとかですね。で、まあ、この上の子供が今小学1年生までなって、まあ、頑張ってここまで来たねと思ったんですけど、また新たな問題に今直面しています。ということで、ちょっとしたこの画像をご覧ください。はい、はい、こちら画像出ているかと思いますが、はい、こちらの画像ですね、小学校の宿題ですね。で、小学校の宿題、まあ、基本的にやっぱりひらがなで簡単な言葉でこう書いてあるんですけど、まあ、これも僕の妻はですね、読めたり読めなかったりとか理解ができたりできなかったっていうことに、まあ、直面していまして、で、幼稚園から小学校に上がって一番の大きな変化というのは、まあ、家でもちゃんと勉強してくださいねっていうこと で、家で勉強してるのはやっぱりお母さんとお父さん。で、基本的に僕は仕事に行ってるので、僕の妻が勉強を教えたいんですけど、まあ、その妻でも分かんないことがあるよ。で、この分かんないことがあると、まあ、僕にこの LINE が来て、これ何に使ってくるんですけど、まあ、その LINE が来た中の一つの宿題が、もう今、こうやって皆さんに見ていただいているんですが、例えば、ロケットとか、葉っぱとか、バッタとかですね、この絵が何書いてあるものを、まあ、文字に書いてっていう宿題なんですけれども、この空欄でですね、空いてるものがですね、切手とマッチなんですね。で、今切手ってあんま使わないかったりとか、うちの妻は日本に来てから切符というものを買ったことがなくて、電車に乗るのは基本的にこのピスイカとかパスモってピでやってるので、切符なんて知らないとかですね、マッチなんて見たことないとかですね、本当にですね、分かんない言葉が多いんですよ。で、この宿題を通してようやく、あ、こういう言葉があるんだ。で、学校とかに、まあ、個人懇談とか行くときも、僕育休中だったので行ったんですけど、何か不安なことありますかって言っても、まあ、妻が外国人なので日本語がって言っても、え、なんかそれが問題なんですかっていう、何が問題かっていうこともやっぱり周りも分かってないですし、まあ、この育休期間中に日本語学会っていうのにちょっと参加したりしてみたらですね、やっぱり外国人の人、今300万人以上日本にいるんですけど、日本語教育っていうのは基本的に、まあ、自己責任、まあ、会社であったり自治体がやって国が何か用意している問題ではないので、こういったことを自分でクリアしていかないと、やっぱり日本で子供を産んだりとか子供を育てていく中では結構大変な壁にぶち当たってるんだよということを、まあ、皆さんに知ってほしいなということで、今日は珍しく真面目なお話をさせていただきました。ということでですね、最後に今月のまとめなんですけど、まあ、そういったことを詳しく書いてある本が、このフィリピンパブ城の経済学という本だったので、出たはい。ぜひ気になる方は、こちらの本を読んでください。で、これの前の方が、社会学なんですけど、これは映画化した方になります。はい、この続編がこちらになります。ということで、はい、月曜以上になります。ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございました。あれよね、その映画化された社会学の方が、結婚するまでのお話が書いてあって、
経済学の方が結婚してからの話っていうことになるわけね。はい、はい、はい、私2冊とも持ってますよ。ありがとうございます。いやいやいや、だからね、分かりやすい文体で書いてあって、うん、結構サクサク読めるんで、うん、はい、あの、あ、こんなことがあるんだなっていうのがね、うん、あの、分かりやすく書かれてますからね、ぜひ興味のある方は読んでいただきたいと思いますし、まあ、国際問題って大きな話ではないんだけど、うん、ね、やっぱり日本にも今たくさん外国人の方がね、実際来られてますし、うん、そういう方とね、コミュニケーションを取るにもやっぱり言葉の問題ってどうしてもありますからね、うん、そういうことに興味のある方はぜひ、読んでいただきたいという感じですね。はい、はい、ということで、月1企画ということなんで、じゃあまた来月ですね、うん、次の新しいネタを、はい、取っておきます、はい、新しいネタを、うん、あの、研究しといてください。研究します、はい、研究発表なんで、はい、研究しといてください。はい、はい、ということで中島小翔さんでした。ありがとうございました。次は、中野島映画祭ですね。はい、中野島映画祭、西蔵のさん、はい、ということで、西蔵のさんです。はい、中野島映画祭企画長、西蔵のさん、さあ、今日は一体どんな情報を、はい、今日はですね、あの、中野島映画祭の会場になっている、うん、あの、大阪市中央公会堂についてちょっと、うん、あー、出た、これね、建築ファンにとってはね、もうすごいところなんですよ。そうなんですよ。あの、中央公会堂、中之島公園にあります中央公会堂なんですけど、はい、開館したのが1918年、うん、大正7年、大正7年、はい、100年以上前、はい、あの、これちょっと曰くがありまして、曰くというか、うん、あの、なぜ建てられたかって言いましたら、うん、あの、岩本栄之助さんという当時の相場師、はい、の人が、当時のお金で100万円を寄付されて、うん、公会堂を作ったっていう、はい、そうです。100万円って今やったら何ぼか分かります？いや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 、もうすごい金ですよ。はい、数十億円、うんうん、それが個人の岩本さんが寄付されて、それで作った、うん、だからすごい、もう市民自らが作る文化、うんうん、うん、もまさに我々 の、うん、あの、中之島映画祭、中之島祭りの象徴だなっていうので、はい、あの、やってるんですけども、うん、で、まあ、岩本栄之助さんっていうのは、うん、あの、まあ、先ほども言いましたけども、うん、大正時代の相場師なんですけども、うん、まあ、日露戦争にも浮かれて、うん、乃木大将の副官もしてたし、うんうんうん、はい、でその人がまた帰ってきて相場を続けていく中で寄付したんですけど、うんうんうん、100万円寄付したんですけど、その後第一次世界大戦の後の不況を食らってですね、うん、すごい借金を抱えた、はいはい、すごい借金を抱えたんですけども、でその時あの 100万円寄付してんだから周りの人たちはね、ちょっと返してもらえって何とかしいなって言ってたんですけど、うん、みんなも大阪商人が一度寄付したもん返せなんか言えるかいというので、もらわずにピストル自殺をしてしまった。はあ、マジで、はい、だからすごいそういうのの大阪商人の根性というか、うん、あの、そういう人が、まあ、あれですね、大阪商人と書いて浪速の商人というんですね。そう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 、はい、でその人が、あの、作っ、まあ、その人の寄付で作られたんです。で、ね、確かね、テイソの文字、あの、よくほら、うん、ビルなんかテースってあるじゃない、うん、あの文字がね、今話題の渋沢栄一さんの筆に乗って、ああ、はい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 、うん、はい、まあ、どっかにあると思うので、あの、中央公会堂を探してみてもらったら、うん、あるかもしれない。で、あれですからね、あの、この設計者がね、はい、あの、辰野金吾さんって言ってね、はいはいはい、あの、日本近代建築の、あの、ものすごい大家で、はい、あの、東京駅とかと、あの、設計もされてますし、ね、だから赤レンガ、そう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 ですね、うんうんうん、あの、レンガ作りが得意というか、まあ、あの、レンガ作りのああいう、あの、様式の建築っていうのをすごい、た、あの、極めた、はい、すごい大家なんですよ、はい、で、その大正時代から作られて、まあ、結構もう大阪の文化の中心で、例えば公園に来られた方が、うん、ヘレン・ケラーさん、はいはいはい、ガガーリンさん、ガガーリンって分かる？分かる、マーガリンちゃうで。社会めっちゃ苦手やけど、名前だけ聞いたことあるぐらいやね、うん、ガガーリンは、あの、世界で初めて宇宙へ行ってる人。あ、そうそうそう、はい、で、あとアインシュタイン、アインシュタインか、アインシュタイン分かるよね、うん、
あとね、あのロシア歌劇団とか、うん、これ要するに国際的な大きな劇団が公演をしたとかいう、うん、本当もう大阪でもあのそういう本当文化の大きな文化の中心だったっていう、うん、そういうところで中之島映画祭はさせてもらってます。なるほど、はい。で、2002年に、うん、まあ、今ちょっとね、耐震のこととか古い建物だったのでリニューアル工事をして、はい、2002年に今開館した時に国の重要文化財になってます。はい、はい、ですから、大集会室入られる時は中は飲食禁止でございます。重要文化財ですので、普通ね、映画館行ったらあの飲みながらポップコーン食べながら見るっていうのがあるんですけど、あの大集会室は飲食全くの禁止ですので、あの中之島映画祭の時には持ち込まないでくださいませ。ちなみにあれですからね、あの、あの中央公会堂の中は、うん、あのあれなんですよ、打楽器禁止なんですよ。あの太鼓とか貫通力がすごいから、あの、あの壁壊しても、そう、そう、昔はね、そのリニューアルの前はほんまボロボロやったんで、あの特別室っていう、あの壁画がすごく綺麗なところがあるんですけど、リニューアルする前はほんまそれこそ喋るだけでボロボロっとできそうとか、でカーテンとかあるんですけど触ったらボロボロってなるような状態だったんですけど、まあ今やね、あのリニューアルしてもう本当、まあ、結構安いんですよ、あの規模の会館の割には。ですから、まあ、いろんな、ね、市民が催し物をするのにあのやってはるっていう、でそういう、まあ、貴重なところで、まあ、見応えのある歴史のある、でそういったところで中之島映画祭はさせていただいております。はい、はい、ちょっとあの、はい、まあ、中央公会堂のことを知ってもらおうかなと思って、はい、ぜひだからね、そのね、そういう文化、大阪文化の、ね、発信地というか、そう、中心地みたいなところで中之島映画祭をやってるということで、はい、まあ、映画祭ね、来るときにちょっとそういうことも楽しみにね、聞いていただければ。結構ね、いろんな映画で大阪を表すときに中央公会堂が出たりして、うん、はい、あの私の、第3作目の吉尾誕生編でも出てきてます。関東で、設定関東だけど、なぜか中国の大阪城を使ってバレてるだろ。だから、ね、結構ね、あの、何だっけな、日本沈没とかね、千葉カンブラとか、そういうところで大阪のシーンがあるんですけど、その時には必ずね、出てくるんですよ、はい、で、ゴジラにもゴモラにも壊されてます、はい、大阪へ来たら、あの一度は、中之島、はい、壊したかよ、壊しに来たかよ、マッピングとかもしてたもんね。そうですね、はい、マッピングもやってましたね。そういうので知ってる人はいるかもしれない、だから知らんけど、はいはいはい、はい、はい、ということですので、はい、ということで、中之島映画祭情報でした。ありがとうございました。はい、じゃ続いてテレビと情報です。今日はですね、実はですね、ゲスト盛りだくさん、盛り盛り、もう列並んでるから次の方って、もう見えてないと思うけど、あのすんごい並んでるんで、はい、並んでる人をお呼びしたいと思います。はい、はい、まずは1番目の人、はモデルで俳優のくるみさんです。はい、お願いします。はい、女優モデルしておりますくるみです。はい、私は現在フィリピン観光省大阪 PR モデルとしてフィリピンの魅力を伝えたりしております。うん、なるほど、はい。そういうことも活動としてやってると。はい。はい、そんな人が今日は何を伝えに来たんですか。はい、今日は8月中にイオンモール大日さんという店舗があるんですけど、うん、でっかいところあるよね。はい。はい、で、メガネのゾフっていうブランドと、めっちゃ有名やん、はい、タイアップさせていただいて、そのポスターが8月中掲載中なので、え、ちょっと待って、はい、ごめんごめん、はい、ゾフのポスターは貼ってあるの、はい、ゾフのポスターにあなたが載ってるじゃん。そうです。どれぐらいの大きさのポスターの B4 か、 B4 ですね、 B0 です。 B4 と B0 全然違うよね。B0 です。はい、B0 ね、めっちゃでかいやん。おうおうおう、それがイオンモール大日、大日ね、大日のイオンモールに、はい、でっかく貼られてるということですね。はい、はい、お近くの方は見に行ってみてください。はい、あのおっちゃんレアで下から覗いても見えへんから。メガネです。そうやね、メガネやからね。はいはいはい、はい、あとは、はい、KBS 京都さんの方で、うん、バイタル研究所っていう番組があるんですけど、はい、そういうの2週目に毎週、うん、あ、毎月出演させていただいてて、うん、はい、そこで流れているショートムービー、うん、曲がりカフェユキっていうのがあるんですけど、はい、
それの主演を務めさせていただいておりまして、はいはい、宮古島国際映画祭っていうところで、はい、うん、その曲がりカフェ雪が上映されて、はいはい、宮古島にこの間行ってきました。行ってきたよね、はい、行ってきたよね、はい、まあどこでなんかちょっとコロナ展なんか出てるけどめちゃめちゃ日焼け対策してましたね、うん、まあ、そう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 、でも帰ってきたら、はい、前に見てたのに比べたらちょっと黒いなと思って、うん、そこはちょっと、あ、オッケーオッケー、はいはいはい、まあフィリピンも行ってたんでしょ。あ、そうです、フィリピンも行ってたんでちょっと、はい、ね、焦げちゃいました。はいはい、いやいやいや、まあ、太陽のね光の強いところばっかりですからね。はいはい、はい、なるほど。じゃあ、まずは、イオンモール大日で、はい、大きいポスターが貼られてるよっていうことと、TBS 京都、はい、はい、バイタル研究所で、ショートムービーが、はい、しかもこれがね、映画祭の方でね、エントリーされたということなので、はい、ぜひまた、これ別にあれでしょ、もう終わってるんじゃなくてずっとやってるの。あ、そうです、はい、ずっと続いてる。ずっと続いてる、はい、はい、そうなので、何曜日の何時にやってるの。月曜日の25時半、はい、月曜日25時半に KBS です京都、ぜひ、見ていただいたら、はい、第2週目の月曜日に、彼女が出てるみたいなので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、ということで、クリムランドでした。ありがとうございました。泉健子さんに来ていただきました。こんにちは、お願いします、健子です。はい、今日はどんな情報をお持ちいただいたんでしょうか。はい、私の8月にいくつか出演させてもらうものがあるので、それをご紹介させてもらいたいです。はい、はい、案内させてください。はい、お願いします。はい、まず一つ目は、はい、8月の11、12日に、泉大津にあるアストホールっていうところで舞台があります、はいはい、これはね、どんな舞台かと言いますと、うん、監督も、はい、ご存知のトモルのね、はい、メインキャストの、はい、辻翔君、はいはい、この辻翔君が、作、本を書きます。お、はい、うん、で、そのお父さん、うん、トモルでも出てました、はいはい、あれですね、パパ活の、パパ活のいやらしいおっちゃん、はい、福島さん、はい、が演出をします、はい、お、はい、で、この辻家のですね、うん、お母さんも、うん、翔くんの妹さんも出ますという、はい、ね、はい、辻家一家が出るという、はいはい、まあ、アストホールさんのお祭りみたいなもんですかね、夏、うん、の、うん、お子様向けの、はい、そこに私も出演させていただきます。おお、なるほど。なんか役どころは何か。役どころは、はい、妖怪三姉妹の一番末っ子です、はい、そういう感じなのね。それが妖怪が絡んでくる話ですよね。はい、ショーくん妖怪大好きで、ね、あ、大好きですよね、確かにね、はいはい、妖怪が出てくる話で、はい、私はその一番末っ子の妖怪で、はい、植物とかお花とかを自由に操れるらしいです、はい、なるほど、なるほど、はい、なので森に入ってきた子供たちに、うん、こうなんかスターとかでこうなんか道を迷わせたりとかして悪さする妖怪らしい。なるほど、なるほど、はい、ちょっとあんまり賢くないらしい。あ、なるほど、っていうことらしいです、はいはい、っていう作品が8月の11日になります、はい、それと8月の後半に、はい、これはラジオドラマになるんですけど、うん、NHK の FM シアターというラジオドラマが、うん、土曜日の、ね、夜10時に放送されているもので、ちょっと日程は今わからないんですけど、おそらく今見ていただいている時ですと、うん、FM シアターで検索してもらったら、うん、情報が上がっていると思います。もしくは私の泉恵子の SNS を見ていただけると、はい、多分上がっていると思います。はい、つまり、SNS をフォローしろと、はい、ということですね。はい、X、はい、Facebook、Instagram、はい、お願いします。はい。はい。はい。そんな感じですね。はい。はい、それと、私、うん、趣味で帽子を作っていて。そうなんですよ。はい。実はね。はい。この帽子の出展もありまして、うん、情報たくさんですいません、はいはい、これが8月の5日から19日までの間、うん、中野島にあるリーガロイヤルホテル、はい、その中に入っているブティックさんなんですけど、うん、ラーセレクションというブティックさんで、はいはいはい、私の帽子を販売させていただくことになります。なんか、何ですかね、地下降りたところ、1階なんですよ。ラーセレクションさんは1階で、うん、ちょっと1階の端の方なんですが、はい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 、もう路面に面しているところですので、うんうんうん、もし中野島のリーガロイヤルに行くことがあれば、はい、パーッと見ていただければ嬉しいです。はい、はい、ということで、今日は泉恵子さんの情報でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今度は坂部さんです。よろしくお願いします。
懐かしいラビなんですけど、はい、はい、いないなに、そう、一人いないんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、で今日は、はい、どんな情報を、今日は、まあ、ちょっといろいろありすぎて、うん、何を持ってこようかなと思ったんですけど、うん、ちょっと8月に、うん、うちでは初めてイベントなんですけど、うん、東京と名古屋で、はい、SF 特撮の上映会をやってはる、うん、ハッピーモンスターズっていう舞台なんです、はいはい、そこが大阪でちょっとやりたいと思っていて、うん、初めて、まあ、うちで大阪で上映されるっていうことで、はい、まあ、うちに話持ってきてもらって、それを上映するのが8月の24、25に24、25決まりました。はい、おーすごい、はい、SF 特撮のシリーズが、うんうん、4ターン、はい、1日に2枠あるんですけど、はいはい、全部内容は違います、うん、全部違うんだ、短いものから、まあ、長いものから一発でもあるんですけど、はい、全部内容は違って、ちょっと全部言ってたので、でしかもあれでしょ、国内のやつだけじゃないんですよね、国外、はい、外国のね、海外の、はい、短編で SF、 はい、すごい見たいわ、はい、来ると思います、はいはい、そちら上映会が8月24、はい、24と25はい、はい、ぜひ来ていただければと思います。そうですね、ちょうどね、はい、あのお子様方 の、 あの夏休み終わる直前 で、 そうです、ね、来ていただくと、なんか行くとこない人は お子さん連れてきたらちょうどいいかなって、はい、ぜひ感じだと思うんですけども、はいはい、これが、いくら万円でございますか。1枠、はい、1ターン、はい、が、1800円、税込み1800円、税込み1800円、はいはいはい、そして、まあ、1日2枠やるんで、これ1枠ってどれくらいの時間、1時間半から2時間の間です。あ、だからその作品の数によってちょっと違うってことね。はい、2時間弱ぐらいでやってます。はいはい、で、2枠ともに行くと、うん、3000円になります。安いやん。だいぶ安い。600円。めっちゃ安い。600円も安くなります。はい、はいはい、そして、はい、その司会進行で、うん、職業怪人、カメレオンという、うん、カメレオンの人がいます。カメレオンの怪人がいます。カメレオールが来る、ね、カメレオール、はい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 、あの、はい、リユニオンっていう、はい、映画もやるんですけど、うん、そこの中に、はい、登場される、あ、登場人物が怪人がね、はい、あの来て司会がやる、あ、なるほど、はい、面白そうやな、はい、はい、そういうイベントなので、はい、はい、ぜひそれを紹介したいと思います、はいはいはい、ということで8月24、25はマテリアルで、はいはい、SF の、はい、特殊上映がありますので、ぜひ皆さん期待して、行ってください。そして予約がね、またね、あのサイトの方できますので、はい、できます、はい、あのサイトの方ぜひご覧ください。URL、はい、かな、はい、と思います今指示されました、はい、ということで、おさがみさんでした、ありがとうございました。はい、では、自己紹介していただいてよろしいですか。はい、あの関西でですね、はい、ピンクリンクという、はい、ピンク映画の情報誌フリーペーパーを、ほう、そんなんあるんですか。ほら、ピンクです。いや、ピンクですよ、ピンクですよ、必ずピンクの用紙に、はいはい、モノクロ一色になってる。なるほど、なるほど、はい、はい、はい、これをもう、関西ずつ裏裏、はい、あのピンク映画が配られてて、中を開くと、はい、どこにも載っていない、はい、ピンク映画館の上映案内がですね、あ、なるほど、そういうのがあるんですね、はい、はい、はい、もう四半世紀25年やっております。大阪でいうと、なんか新世界のあたりとか、はい、大阪で言いますと、さらっと言いますとね、はいはい、新世界国際地下、はい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 、日劇シネマ、あ、日劇、はい、はい、がピンク映画館ですね、はいはい、であとウエロックシネマ、ウエロックシネマ、はい、兵庫県移りました天ヶ崎パレス、はい、神戸行きまして福原国際東映、はい、東映とついてるんですけども、ちょっとピンクシネマ、はい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 、で京都は京都本町から、はい、出場ですね、千本日活というのが、はい、西陣の方にあります。なるほど、はい、はい、であとね、あのゲートロのね、東映映画館なんていうのも新世界で、ああ、はい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 、日劇ローズなんて、はいはいはい、あの新世界東映のね、はいはい、新世界東映で、あの映画祭やらせてもらったのでよく知ってます、めっちゃ掃除しました。あの長嶺さんのね、はい、頑張られることで、はいはいはい、あのフィルム上映もあそこから、ね、そうですね、はいはい、はい、そしてその、ピンクリンクの太田さんが今日は、はい、どんな情報をお持ちいただいたんでしょうか、はいはい、そのピンクリンクがですね、はい、制作配給してます、はいはい、映画の宣伝にですね、はい、は予選さん、それってひょっとしてなんか先週僕がインタビューしたやつじゃなかったでしょうか。塩田監督、はい、はい、だから今日これあの8月3日なので、この前の週の7月27日配信で、塩田監督インタビューをさせていただいたこの、
作品のお話ですね。もう一度かぶせて、はい、かぶせてきました、はい、しつこくです、はい、もう公開当日、はい、あ、そうですね、8月3日今日から公開でございますね、はい、大阪はシネルンゴーさんですね、はい、リリカの星という、はい、30分のですね、はい、なんとサイレント映画です。そうですね、はい、短編映画なんです、はい、では出演あの塩田拓人氏の映画評論家なんですね、はい、人が初監督、初監督、はい、で撮影は、世界の芦田明子さんといいましてですね、照明とかスタッフも充実している人、なんと主演のですね、はい、が広瀬隆一監督です。いやもう本当に大御所でございます、はい、で相手役、相手役というか娘役なんですね、はい、広瀬さんのお父さんで、はい、娘役が糸かなさんという、はい、これもアダルト女優のトップスターで、はいはい、そこで行われる、はいはい、の親子の物語、物語、はい、はい、これを R15 です、はい、ストリップのシーンもパッチリやります。ダメですよ、小学生見たらあかんよ、はい、ダメですよ、中学生、あのダメです、中3も、中3だったらいい、15歳、15歳になったらいい、学校は関係ないですね、もう別に中退していてもとにかく年齢がですね、はい、15歳以上は見られます、はいはい、で、短編だけでちょっと物足りないなっていう方のためにですね、はい、もう一つ、これは一つちょっとメジャーですよ、はい、これはもうメジャーです、はい、出ますかね、はい、お前がこんな持ってていいんかって思うんですけど、はい、本物の相川翔さんが出てます、はい、そして、平野さんの先輩、はい、三池崇史監督さん、はい、そうなんです、はい、これタイトルややこしいですよ、はい、ヤクザホラーっていうジャンルなんですけど、ね、極道恐怖大劇場、はい、ゴズ、牛の頭と書いてゴズという映画が、はい、なんとですね21年前に完成していた、はい、そして、関連映画祭に行ったんですけど、なぜか劇場公開されなかったんです、まあ、見てもらった人は必ず分かるんですよ、はい、これ映画館で見てほしい、なるほど、なるほど、しかもこれ 35mm フィルムの上映になりますので、どうでしょう、皆さん今 35mm フィルムの新作映画ないですね、この10年、はい、まあ、あるんですけど、ね、多少あるんですけどね、あの海外の作品とかもね、はい、日本の作品でも何個かあるけど、これはね、なかなかないですよ、珍しいと思います、はいはいはい、めったにない感じで、はい、はい、シネルンゴーさんから8月3日、はい、この同時にですね、はい、やります、リーガーはい、続けて見れます、しかもこの、私の大先輩である八尾出身の大先輩である、三池崇史監督がなんとリリカの星に出演しているというね、またこれがですね、すごい役というか、これはもうネタバレになるのでどんな役か言えないんですけど、はい、でゴズの方はですね、その演技さんもそうなんですけど、うん、脚本の佐藤佐吉さんという方、はいはいはい、この方はあの多分八尾出身じゃないかと、ああ本当ですか、はい、三池さんと高校一緒だって言われてる、あ、八尾高校の方だ、はい、違うのかな、ちょっと偽情報だったらすいません、はい、でも大阪の出身の方は間違いないです、はいはい、父がいますね、あの、はい、舞台挨拶予定してますので、はいはい、あのリリカの星の方は塩田監督が8月3日に、はい、今日ですね、今日ですね、はい、今日ですね、はい、でこれ1週間の上映になるんですけどね、はい、最後の9日金曜日には、うん、リリカの星の出演女優の長谷川知佐さんと、はいはい、来てくれますので、はい、で豪華パンフレットなんか販売しますので、はい、はい、そして、ゴズの方もですね、舞台挨拶、はい、なんとゴズの方にはですね、この塩田時俊監督も出演されてる、うん、あ、出演するんですよね、はいはいはい、されてないとか、何の役なのかは見ての楽しみ、多分見てもわからないです、うんうんうん、特殊メイクかな、うんうん、はい、が、初日3日に舞台挨拶ゴズの方に、そしてその脚本の佐藤さん、出産の方も、はい、7日水曜日ですね、はい、行きます、はい、でもうちょっと長くなりますが、はい、大阪終わってしまったら見逃してんじゃないか、はい、必ずそういう人が出てくると思うんです、はい、ご安心ください、はい、神戸映画資料館で8月23日から、はい、見てからお星と、はい、ゴズは、はい、ゴズは2日間だけになりますが、はい、リリカの星、神戸映画資料館の方はですね、主演の水戸かなさんが24日土曜日に、嘘、俺行こうかな、はい、見たらさせてますので、はいはい、というお知らせを、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、ピンクリンクの太田さんでした、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます、すごい人がいっぱいだった、情報量ちょっと多すぎるから今日誰が出たか覚えてます、多分ひなのこと覚えてないでしょ、おったっけと思ってるでしょ、めっちゃ多かったこんなとこだで、ね、私いやまあ、そいやでもね、こういう状況に
になるのを俺はずっと望んでた。理想的な回ですよね、はい、これ、はいはい、もうメインいらんねんぐらいの。メインいらんことはないやろ。いやないねんけど、まあでもね、あのどんどんその俺の情報を聞いてくれっていう人がね、いっぱいここに列作ってほしいって俺が言ってるのはそのまんまになってますから。はい、嬉しいですね。まあこんな感じでね、あのどんどんなんか私これ今度やるんですみたいなのがあったら来ていただきましたらですね、ここで喋っていただくこともできますし、あの情報だけいただいたら横にしたりとか、あるいはあの動画を送っていただいたらおかけするってこともしますので、ぜひぜひあのイベント情報をね、はい、どん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 、お寄せいただきたいと思います。はい、ということでですね、もうお腹いっぱいからそもそも締めようか。はい、ということで皆さん今日はどうもありがとうございました。バイバイ。